バチでございます。バチ編集でね、何事もなく ART 終了間際で飛ばされるのが嫌なんすよ。ここやで、抽選、はいはい、見えるかみんな、見たかおい、いやありがとうございます、ありがとうございます。いやマジか、やったぜ。結構いるんすけどね、ピッてピッてやったぜ。もう並ぼう、もう並ぼうちょっとこれ番号これでちょっと今焦ってるんですけど、まあまあハーデスとかハイデスもあんまり出したし、ガイさんもあんまり出してちょっと満足してるんですけど、俺バラに1台ちゃくちゃちゃになるんですよ。言っていいですか、何か現金なんですよちょっといやもうね、今まあこうベッているんですけど止められたんですよね。やめろ、やったらダメかな、この番号で。何が でもなかなかないやん、現金はマジなかなかないからちょっと俺配置が分からんから、でも多分見に行って1台しかないから取られてたら俺別にメインどこ行けるしっていう、こう行っていいっすか、行こう、もう行こう、勝負だろ、勝負至上主義やろこれ。ごびくしょはい、とりあえず頑張りましょう、ちょっと並びましょう。よよよよよよ、リソマルだよ。新章が始まって新しいミッションが与えられたぜ。ミッション達成で可能な限りの願いが叶うっていう話らしいんやけど、失敗の時はなんか恐ろしい収録があるみたい。2回目となったショートミッション、今回は10万いいねを達成せよ。5万いいね達成でスローパッチグッズを視聴者プレゼント。10万いいねを達成したならばてん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 、動画いいなと思ってもらえたらグッドボタンを押してくださいというわけで、今日もマネグリー手積みやからね、この番号。まあ、あの無理やってもメインは多分いけると思うんやけどね。一応メインの第2候補としてはサラバンで、第3候補に、まあ、聖夜ぐらいかな、多分巻き綱とかもちろん無理やし、でそれぐらいで、そっからもう無理やったら逆にシャドウファーツみたいな攻めすぎか俺ちょっとひりついちゃうかもしれないいやー生きて帰れっかな、いい番号でよかったな。よし、ありがとうございます、ありがとうございます、失礼します、ありがとうございます、失礼します。よいしょよいしょ、ジャグラーコーナー、凱旋はいつでも OK、 凱旋はいつでもいけますねこれ。よし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 、でちょっとマジ現金見ますね。ちょっとほんとこれどうなるかわかんねえけど、多分バラのコーナーの1列目、多分これ2列目で、おお、ありがとうございます、めっちゃ指示してくれる、ありがとうございます。並びの時に現金打ちたいって言ってた人ですね、あの人。やーで開いてるぞー、やばい、よーし、めっちゃメイン取れたね。めっちゃちょっと迷うけど、まあそんなもん関係ねえ、打ちたいだよ、うちそれが磯丸だ。本日はなかなかホールにね、銀と銀2で勝負や、勝負や、勝負至上主義やからね、頑張ろう。はい、というわけでおはようございます、磯丸です。もう今入場終わってちょっとあのフロアの端っこの方に来てるわけなんですけれど、ああ本日メガガイア三浜店さん初めてのバーチーでございます。バーチーかっこいいっすてなわけでね、はい、というわけでね、もう早速台確保しました、銀と金ドゥ、この台を言つもうね、俺ここで資料を消したい、もうここで今日で終わりにしたい。なかなかやっぱホール置いてるところなくてリベンジできなかったんですけど、今日リベンジ朝から打てるってことで相当気合入ってるんで、俺のひりついた姿を見せたいなというふうに思います。というわけで一番気合いの入った成り上がりいきましょう。本日、メガガイア三浜店さんで初めてのバッチ勝負至上主義の磯丸成り上がり行こう、成り上がり。
はい、じゃあというわけで勝負至上主義銀と金いきましょう。いやこれねだいぶ暴挙な気はするんですけど、まあなかなかやっぱりホールさん打てるとこないんで、ガクンしましたか今で、ガクンしま…わかんないっすまあ最初アリが変ですね、これは行きましょう。ガクン下っぽいな、今普通に回ってるもんな。まあ期待するのはすげえやらしいんですけど、磯丸現金好きそうだなっていうので入れてもらえないかなって思ってるけど、まあ入ってないのが当たり前なんで、もう全然1でいいっすもう余裕で関係ねえ、俺はフリーズ引きたいだけなんで。今日はちょっとひりつきますよマジで、行くとこまで行く。まあなるべく自分が好きで打ってるからあれなんですけど、やっぱりね好きですけど、めちゃくちゃやっぱりそのストレスポイントも多い台なんですよね。なんで結構なんか荒ぶった口調になる可能性はあるんですけど、それはちょっとご了承くださいというかお願いします。僕かける銀と金はもうこうなっちゃうっていうかもしれないっていう、これだけちょっと把握してもらいながら見てもらえるとなんか楽しく見れるのかなっていうふうには思います。まあ、通常時なんですけど、まあ、代理説明はねあれなんですけど、まあ、マップでこれですね、これをまあいいところまで上げていって、まあ、赤まで行けばチャンスと、でそれをこれこの角丸揃うんですけど、こういうのとかで、ね、短縮抽選を受けられると、で短縮した時にはこの分岐の時、分岐する時がいいところに上がりやすい、で分岐がいいところ上がっていいところ上がった時にまあ、ようやく当たるかなっていう感じですね。まあ覚えておいてもらえたらいいのは緑はダメってこと、赤じゃないと当たらない、ほぼほぼです。ただ多少なんか若干ですけど設定差があった気がする。いやー久しぶりだなこの台のレバーを触るのは、マジで湯水のように雪地が溶けていく本当に。だからねー怖いんですけど、俺はね強卓金で爆乗せしたいんですよ。まあこれはねちょっときつそうですね、初っ端アリが変スタートだったんですけど弱いですね、これは 10% ぐらいですかね、これ上行けるのは。いいルートに行けるな、ほとんどがもうこれダメなルートに行っちゃうんで、9割が確かこれですね、これが分岐。さあちょっと遅いな、これね、まあ成功、おー、リロクじゃない、熱い、いけ、2段階、あ、びっくりしたさあ、ボーナス来い、あ、行けましたあれ、え、あ、違うわ、いや、行ってないわ、はい、というわけでスイカですね、リロクスイカ、ごめんなさい、だいぶざわついてしまった今、行くときはこれがパコーンって開きます。で今これもう下のルート行っちゃったんで、もう良くても緑なんですよね、こっから。まあ一応なんか一番上に行くルートはあるっちゃあるんですけど、これ行ったことないんで僕多分行かないです、ほぼ。はい、というわけでごめんなさい、今ちょっと無双してる台打ちやったんですけど朝から外してしまいました。はい、これで、ね、もう最終局面行くんですけど、ダメルートなんでまあ当たりません、めちゃくちゃ薄いです、これで当てようと思ったら。なんでここはまあまあいいと、まあこれはさすがにダメです。はい、文字も普通の文字なんで、これは残念ながら外れまして、次何を願うかって、要は次どこのルートに行くかがすごい大事なんで、これが外れた後これでどこに飛んでくれるか、よっ、はい、出ましたね、これ定設定は、有賀伊沢とあと誰だ袋井とかもなんかその辺を一生ループしますけど、まあ大丈夫、これ当たる、一応当てれるんでもちろん大丈夫です。でなんかそのストーリーが何々編とかがあるんですけど、上位中条とかだとめちゃめちゃチャンスみたいな、ま
まあなそういうのがありますね。まあもうもろもろ説明は結構他の台で、あ、他の回の時にやってるんで、ちょっとそっち見返してもらえたら嬉しい。まあもう俺はでもフリーズの一本釣りですかね。あとはもう蔵前をしばく、もうそれだけです。だからね、フリーズ引いたらこれね2択なんですよね。一応確定のフリーズもあるんですけど、2択でどっちからから白7狙って銀王モードに行くっていうのがあるんですけど、一応僕決めときましょう。フリーズ引いたら順押しでいきます。男は黙って順押しです。まあ、この最中は結構ざわざわリプレイに関しては結構頻繁に来るんで、頻繁に来る、まあ、レア役と言っていいのか分かんないですけど、まあ、レア役みたいな感じなんで、それを引いてそれのまあ大体 33% とかかな、これですね。で短縮するんで、短縮させる、それが大事。もう短縮させないと無理です。これは短縮しそうですね。よよよ、はい、これ短縮したんで、これがちょっと分岐が優遇されます。上位に行きやすくなる。ここでタクシーを見つけると、さあタクシー、なーへぼい。これ2ランドも悩まされるんですよね。やばい。まあまあ当たりまでは結構遠いんで、じゃあ当たってからはめっちゃ速攻駆け抜けるんで踊るとすいやー怖い、スイス、はい見るには大切だよ。ああ、まあ最上か、なんか徐々に1個ずつ上がっていってるな。まあ赤系いかないと処理変わらない。これ最上も緑なんですけど、あんま変わらんすね、マジで。短縮しねえとな。よーし、いいぞ。ちょっと弱いですね、これ。ああ、いいじゃん、 OK、 これで取りましょう。頼むぞ。まずはここ上上がってくんないとね。ああ、 OKOK、 これは肘の高さまで積んでくれますね。よしよしよし、肘の高さまでね。ありがとうございます。なんでそんな金持ってんなっていう話になってくるんですけど、これギャンブル終わった後なんでね、持ってるんです、たまたま。さあこれマジ短縮欲しいな。これ短縮してくれると全然可能性が見えてくる。ありそうかな。ザワ、いやーなかった。まだわからんけどね、全然ザワリパンいける。これザワリプっていうかザワザワ揃いですね。これ冗談でザワ揃うとリプレイじゃなくてペルなんで、いやーやばいなーやばいなー。これは短縮したい。短縮すれば可能性が出てくるんで、やべ、2万円目だ2万円目だ、秒でしたね2万円目。いや早いなー。早くはないんだけどな、実際300、ま、回ってるんで。この台打ってるとね、マジでね、諭吉の感覚がおかしくなる。社長の息子は、でも今日一日だけはちょっと感覚バグらそう。残念ながら短縮できず、これはちょっときついですけど、行きましょう。10分の1のレバーを、これ行けばあるぞ。まあそうだよな、短縮しないと無理なんですよこれはね。せっかく1段階目突破したからチャンスだったけどな。よいよいよよいしょ、よし、とりあえず1回パン、どうよ、 OK。 まあこれ回数多ければ熱いというかそういうタイプじゃないんですけど、うわこれ熱いな。よっ、あチャンス目かかった。ボーナス来い。ボーナスはないです。あ、まだ分からん、車はほぼないな。 OKOKOK、 あ、あれこれあるかも、刺さったかもな、ワンチャン。お、この沢の大きさまで多分ほぼ行かなかった気がするけど、俺の1個向こうだったっけな。これはちょっとワンチャンチャンスですね。スイカで刺さってる可能性がワンチャン
ありそうっちゃありそう。やし、ないっちゃなさそう。ちょっとまあ西条ギャフンと言わしてやってもいいんすけどね、来い。いやー、行かないか。よいしょよいしょよいしょ。パコン。いや、開かない。さあ、レア役ではなく、なるほど。おー、じゃあやった。なんと磯丸投資1万1000円で AR 手当てました。よーし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 。これ次回予告みたいなやつですね。いやー、かっこいい。344ゲーム。さあ、この城のこの国の牙城を打つと。いいですね。オーケー、ドロドロン。いや大丈夫、これ復活なんで。いきます。はい、すごいな、こんなパターンがあるんだ。ほぼフリーズやん。はい、さあ、これ一応見ますセリフ。俺が捨てたカードを知られる。あ、でも出ないかな。これ次のレバーだったっけな。いいですね。お前の負けだ。いや、かっこいいですね。勝利。あー、出ないですね多分。行きましょう、ヘレンチロード。食われるか、結露を開けろっつって。開けろじゃないか。結の穴を開けろっつって。はい、それはちょっととりあえず置いておいて。ちょっとごめんなさい、めちゃめちゃテンション上がってます。1万1000円なんでね。ヘレンチロード行きましょう。よし、最初に悪魔にめちゃめちゃ誘惑されるんですよね。これでとりあえず連打して、最初はまあ絶対50もらえるんで、連打しなくてもいいですけど、一応連打します。パコー、ドッパーで、この次ね、ここ取れるとでけえ。 20% ぐらいだったかな。行ってく。危機的状況。まあこれは50スタートっぽいな。行け。あー、残念。というわけでこれ50ゲームスタートですね。まあまあまあ普通でございます。というわけでヘレンチロード行きましょう。 1.6 倍の ART。 1.6 だったっけな。まあそれぐらいですね。よし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 。こんな速い発当たりねえぞ俺。で、このザワリップでは普段行かないですけど、状態がこれめちゃめちゃ大事な台で、一応広角で上がってるとザワリップとかでもワンチャンあるし、そのもう一個上のファイナルウェイティングルームっていうところにいれば、内部的にねいれば、もうめちゃくちゃ余裕で入ります。ただファイナルウィーディングルームは1ゲームとか2ゲームで終わっちゃうんで、そこでザーリップ行かないとダメなんですけど。よしよし。ボーナスは重たい台なんで、まあ、なかなか絡めるっていうのが難しいんですけど、まずは強奪金ですね、これに入れると。こういうのでまたまに入るんで、ただあとはチャンス目ですね。チャンス目がめちゃめちゃ仕事するんで。さあ、じゃあさ、がダメって出るんで、これは。いやー、よいしょ、がダメ。めちゃめちゃつくっていうね。しょうがないです。いやー、嬉しい、こんな早い。まあ投資は絶対回収できないですけど、このままやと。よしよしよし、いいぞ。俺はね、編集でね、何事もなく ART 終了間際で飛ばされるのが嫌なんすよ。飛ばされたくない。駆け抜けやんけい。まあまあまあ、思いがけないところで当たったんで全然許せる範囲でございます。102枚。ていうか、まあしょうがないっすね。よよ、あー厳しい、なかなかですね。さあ、袋い編頑張りましょう。いやー、まあ1回目なんてな、こんな前ね。まあ磯丸とキンキンが簡単に交わることはないから、それでいいんですよ。開け。あー、まあそうなんだよな、これが現実。お、待って、ワンチャンいいかもしれん。これいいとこばっかり生まれてんだ。中条っすね。これがもうめちゃめちゃチャンスなんですよね。本来だったら短縮しないと
9割ですか上、あ9割で下行っちゃって10 1割ぐらいしか上行かないですけど、こいつだと短縮しなくても半々ぐらいで行きます。でかつ短縮すればもうほぼほぼ上に行くんで、短縮すればいいんですけど、しなくても 50-50 してくれ短縮。これはね、全神経を注いでやらないといけない。人間の短縮が、いやー短縮できん。これ5割にかけるしかね。よっ、あるチャンス目、よーあるぞ。これ短縮いったろ、短縮。いやダメか、ダメだった。 75% ぐらいやったけどな短縮。いやーマジか、そう。これはここ開いてくれなきゃやばい。あ、ちょっと待って、今赤間違ったから、頼む。よしよしよし、危ない危ない。大時間も突破、とりあえず大時間も突破で、こっからっすね。いや早い、いいぞいいぞいいぞ。ここでちゃんと短縮させればもうやばい、もうチャンス。いけ、あーくそ。いやー頑張るなってしまった。大丈夫、いけるいけるいける、頼むぞ。はい、チェックつけて大丈夫。あー、これはやってしまった。これ上行かないとマジできついんで、うわー、でも当てろでも当てろ。よーっ、熱っ熱っ、いけ2段階。いやー1段階追加かな。よっ、いやーいい、よし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 、とりあえずとりあえず。いやめっちゃリールロックル今日これあるぞマジで。大丈夫じゃないか。よし大丈夫やろ。さあ、そうだよ、お前にもう戻る道はねえんだって。はい、リングにかけろみたいな感じね。はい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 、もう引き返せないってね。頼む、いきます。優越から、いやー、OK、プッシュ、あ、大丈夫やろ、プッシュ出たらほぼ大丈夫なんで。よーし、247ゲーム、早い早い。投資がなんと1万7000円で初戦2回でございます。よしよし、素晴らしいでございます。よし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 、これ小野がなんちゃらに裁かれたんですね。見ますか一応。はい、小野が人生に裁かれたですね。はい、というわけでいきましょう。空間食われるか。いや結論開くぜ。よしよしよし、今のとこ順調、今のとこ順調。さあオーラ上がれ、よっ、あ、オーケーオーケー、青になりましたね。やっぱね、結構最初あれが突破できないからね、悪魔の誘惑が。さあ行きましょう。あーだだだだだだだ、これはねしなくていいんですけどね、連打一応バイブ気持ちいいんで、ここここを越えなきゃダメ。頼むぞ、サグッといけ。いやー行くときはここで行くんだが、やばいです、これはきついか。なー50、しょうがないです。まあ基本これよね。まあでも頑張りましょう。いやマジで今まで僕がこの ART を紹介してきて、森田が歩いた距離はマジ半端じゃない。廊下も測ってほしい距離、何メーター。あ、待て待て待て、これ合格合格だ。よし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 、チャンス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 、よしよし、この瞬間は合格確定です。これで落ちたかもしれんけど、ステージ行った瞬間は確定。おわっつ、いける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 、ちょっと来い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 、とりあえず強打金やぞ。いや、蔵前出てくると高設定の期待でガクンと下がるんですけど、ダメだ。いやダメでしたね、これ。高額めっちゃすぐ落ちるんで、
ただステージはここに残り続ける。リンクしないんですよね。え、ファイナルも行って、あー来た、ちょっと待って待って、行くのか。あー、さすがにね。いやこれはちょっと今日も波乱の予感だぞ。勘弁してくれー。単発っすね。単発というか乗せなし駆け抜け。うわさあ、リガ編に帰ってきましたね。いやー、マジか、2回の温めをものにできるのか。俺はこれは今日マジで結構いかれんな。3、40だった。おお、雪地がもうね。はい、これが4枚目ですね。うわー、3枚の分が飲まれていく。調子よかったのに最近。いや、まだ負けると決まったわけじゃない。戦う前に負けるって決めつける馬がどこにいんだよってね、本当に。さあ、いいぞ、チャンス。よっ、ちょ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 、チャンス。よし、いいぞ、あるぞ。そして俺はカッサージボタンを押してしまった。これはもう当てるしかない。さあ、赤台、これは大丈夫じゃないか。あとはカットインしないっていう感じですね。いいのか、こんなあっさり。 OK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 。 よーし、よーし、赤文字ですね。カットイン、優越、青か、ボタンプッシュもない。銀さん、なんで復活期待します。よし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 。このパターンエロすぎるだろ。これフリーズするときのあれやからね、今の。さあ、493ゲーム、これチャンス目で刺さったかな。いやー、無駄に押しちゃったら、これ3万1000円投資。よしよしよし、いいぞ。まあ、ちょっとハマっちゃったんですけど、全然これはもう範囲内。俺が食う、行こう、大丈夫、俺が食うんだ。お前から絞り取ってやるぞ。骨の髄まで行く、骨の髄まで。いやー、地獄の釜の縁を歩いて終わったわ。相変わらずだな、79枚。いや、俺やーやっぱこうなるんだよな。いやー、くっそー、おー、成り上がり。はい、まだ僕実践の途中なんですけど、とりあえずドラマ紹介、出てる時に歌うと紹介流される前にね、見せたいなというふうに思うんで、ギャスの R2 と、まあ、窓2が5000枚出てますね。すごい、パッと見玉積んでてグラフもいいですね。まあ、良さげなグラフがありそうな感じで、まあ、せいやもこれは一撃かな、分かんないけど、ちょっとある感じですね。で、絆も37の30とかありますね。32の20、まあこれも全然ありそう。割合的にはどうなんだろうね、全体とかではなさそうな感じではありますけどね。まあ友とかも良さそうやね。で、あと剥ぎ取りのやつね、剥ぎ取りのやつね、もうと、まあ点数もちょろちょろ良さそうなのはあります。まあ大装備とか結構ある感じかなとは思います。バンスリーはちょっとへこんでる台ちょっと多いっす。ただこうやって後ろに積んでる台も一応あります。まあさ、設定は使ってるだろうけど、なんか全台ボカーンとかではなさそうな感じですね。てな感じですから、ちょっと今から現力もうちょっと芝居てこようかなというふうに思います。頑張ります。これはダメっす。タイヤ更新し、
え？うわーボーナスやんこれ。誰だよアポロンって972ゲーム。うーわこれどうなる。ちょっと待って、これリプレイじゃ見れんか。うわ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 、ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。974ゲーム11周決めっすよ。これ扱いどうなるんだろう。ちょっとプッシュの早く中見たい。終わってからちょっと見ましょう。待てればいいんですけど。うわー、まあ、ようやくボーナスですね。追加できやがった、マジかよ。めっちゃ油断したわ。なかなか揃わないんで。ただ揃える、揃えなきゃいけない。もうこれはやる。もなんか確かダメだった気がするんだ。俺なんかリセットされた気がするんだ。あの銀次のカットインが出ないと結構きついですね。とか矛盾が出ないと。うわっつーい。よしこれは下段にバー止まるんじゃないですか。おっと下段に狙いすぎてごめんなさい。でもこれは多分揃ってますね。このラインでしたね。ごめんなさい。下段バーのこの形かと思ったら下段狙いすぎたっす。すいません。まあでもよかったよかったよかった。 NH ロードゲットしたんで。危ねえ危ねえ。行きましょう。俺は食いたい俺は食いたい。食われたくない。もう食われ続けてきたからな。たまに超えるからなこれ。厳しい。さあいいだろういいだろう、やってやろうじゃない。これ最初の方のレバーめっちゃ大事ですからね。ワンチャンあのファイナルミーティングルームの可能性あるんで、1対1とかめっちゃ大事。落ちないように丁寧に。まだ落ちてないですよ絶対に。これは危ない。よっ、いやー惜しい。これでも結構落ちてそうで危ねえんだよな。こちらです。まあさすがに合格は抜けてるでしょうから 11% の抽選は受けられないでしょう。よーい来い。2段階来たらめちゃくちゃ熱い。いやー2段階生きてスイカやったら銀王モード確定なんすけど俺。チャンス目でよーし取るぞ俺は。待て待て待て、ダメ出しや。ボーナスアンドワンチャンワンチャンね。いやいやない、今のわからん。胸卓筋の兆し。じゃあ決めちまえよ。おい俺は戦いたくてうずうずしてんだよ。迫り来る狂気だろ。さあ下パネブワンブワンなって、うわいただける。あこれボーナスだね。よっしゃー、よう引いたよう引いた。よし危ねえ。よし、オッケー乗ってきた。行こう。素晴らしい。おう666枚。これは逆転の兆しやろ。いやーボーナスより俺は胸卓筋のが惜しかったよ。胸卓筋の兆しって言ってたのに、まあ一応若干合成ってのが出やすいで、まあ、めちゃくちゃ出るんで関係ないです。いやいいチャンス目。よーし刺さってくれ。でもチャンス目刺さったっぽい雰囲気はあるけどな。いやー開かんダメなのかな。そんな俺の心折りに来るか。大丈夫かこれ。何もチャンスアップがない。え、ま、全くのチャンスアップがないんですけど。ああ優越かな。よし OK。 よーし超超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 
きましょう、五条ゲーム。一応下パネ消えての落ち順で、しかも銀さんなんですよ。いい判断だ、迷わず進め。下パネ消えてるんでチャンスだと思います。残り5ゲームですけど、チャンスのようですね。行ってくれていいだろ、行田キが。ダメよ、やめろよ。これは大丈夫じゃないか、行ったろこれ。よっしゃ、ようやく本日初の強奪金じゃい。俺はこの強奪金に全てをかける。ようやく、これは神様いるぞ。ああ、信じろ。大丈夫、熱くなってくれ。俺もっと行こう行こう行こう、もういい、行こう。クラマイ来い、かかってこいよ。クラマイ消せってのがよく出てくるから来るやろ。おい、来ました。6だと選ばれないんで、ぶっ倒します。ペースを底上げして、まあ内容はなんかそのライブ的にストーリーみたいなのを上げていって、エピソードかを上げていって、上位にいればいるほど倒しやすいっていう感じでございます。まあレア役とか押し順、あのこれでもいけるんで、いきましょう。関係なく倒す、俺は関係ねえ。これで進みましたね、エピソード。いいよ。さあエピソード、これが進めば進むほどいいんですけど、でこれ今40アップなんで、これ強奪金が40でげえアップだ。これライブ的に進める可能性もあるんで、全然あるよ。おお、ハテナばっかり。40は少ねえぞお前。アップじゃってなんないな。いや全然アップだ、なんねん。エボいな。20アップ。まあ3桁はいって、おい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 、やめろよ。うわうわ、エボすぎるマジで。60ゲームはやべえだろ。60ゲーム、蔵前で60ゲームってマジ何やってるかよくわかんないけど、一応積もれ第3ゲーム。落とすな、はいよ。なんか60ゲームならいいかって気もするよね。ダメだこりゃ。いや、あんなにアップしないことなんかほぼないんすけど、しかもエピソード進んでてちょっとチャンスだったのに。66枚、終わりや。これはもう俺の手でまとまったけど、おお、これは戻したー、脅威の力で戻した。扉が来なかったら何だと思ったんですけど、よし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 、戻しましたね。唯一入った供託金が60ゲーム、しかも上乗せせず、しかも蔵前で。俺もう絶対この台打っちゃダメだろ。155枚、扉はちょっと弱い。いやでもチャンス目なら、おっ、よっしゃー、戻す。チャンス目は強いですからね。めちゃめちゃ気合いで戻しますよ。そういうゲームですね、これ。これはまあまあいいでしょう。次、もっといかはずなんですけどね。さあなんとか延命しましたね。よし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 、終わりやー。261枚、いこれだけ、まあ
出てますね、ちょうどこれですね。今日も乾杯した、すいませんでした。もうね、もうちょっとどうにかせんといかんわ、これマジで。すいません。成り上がり。お疲れ様です、お疲れ様です。というわけで、メガガイア三浜戦、三浜店さんで実戦終わって、まあ勝負至上主義っていうことで、まあいい時。ダンスケット、まあ、もうやられてしまいますし、6-1 かな、まあ、7枚目まで入って6万1000円投資で一旦収まったんですけど、まあ、そこからマジ何もできず、1回だけようやっと入った強タッキンが蔵前出てきて、蔵前は3桁乗るか乗らへんかをうわー言うてやるやつやのに60ゲームっていう、やっぱあの太陽エレックさんのあの筐体の60っていうのはちょっといわくつき、プラットプラスのフリーズ60ゲームもありますから、ちょっとね悔しいけど、まあなんか、まあでも正直実はもうやっぱめちゃめちゃヘイトがたまるって言ったらなんかすごい自分がってなんだよっていう話になっちゃうかもしれないですけど、たまるんですよ、実際たまるんですけど、なんでここでこの役組んだよみたいな、ここはここじゃねえだろみたいなのがいっぱいあるんですけど、あのね楽しいやっぱり変態だからっていうのもあるし、あの台が本当はめちゃくちゃ面白い台っていうのをなんか伝えられないのがめちゃくちゃ悔しいですよね。めちゃくちゃ面白いのに、いやし、なんて言ったらば、いい思いしてる人もいっぱいいるし、逆に僕みたいにスコスコにやられてる人も多分いっぱいおるやるし、なんかなんだろうな、まあ福本先生の作品やからっていうひいきももちろんありやし、太陽エレックさんが僕が個人的に好きっていうのもあるんですけど、あのやっぱ完成度というか好きっす。絶対ホールから消えるまでにはフリーズ引きたいなというふうには思ってます、動画で。だからまあよっぽどないんですよ、やっぱあの台を置いてるホールさんってよっぽどないんで、でよっぽどなくてその置いてあるホールさん今日みたいなところに来て、なおかつ抽選が良くないともちろん選べない、まあ多少悪くてももしかしたら取れるかもしれないですけどっていう状況、もしそういう状況があれば僕は果敢にこれからも攻めていきたいなというふうに思います。その都度またこんなエンディングを取ってしまうのか、いやそうじゃない、もうその時はもう満面の笑みでフリーザー引いたったっていうのをできるように、やけどやっぱ伏線やと思っててください。これはいつか爆発させる金と金のための、まあ何回負けてんねんっていう話なんですけどね、金金だけでもう俺多分偉い額言ってるんですけど、それでもやっぱり突っ込む楽しさはやっぱあるのかなっていうふうに思います。いやでももったいないですけどね、やっぱり本気でやっぱ勝とうと思ったらやっぱあら行くよりもメイン行った方が設定内できるし、賛否両論あるんですよ。真面目に立ち回るよっていうコメントとかもちろんあるし、いつもやっぱバラとかそういう台の面白さを伝えてくれる方が楽しいっていう方、ただ僕は一人しかいないんで両方のやることはなかなか難しいんですよね。で僕は今日はそのバラの気分だったっていう、そういう結構気分屋で動くんで、その辺はちょっとご勘弁というか許してもらいたいなというふうに思います。というわけで、まあ終始回収は、350枚ぐらいかな、ボコボコです、ボコボコなんですけど、まあ楽しかったんで良かったかなというふうに思います。まあいやでもね、本当ですよ、これ楽しい本当ですから、負けて楽しいのなかなかないから、めっちゃムカつくんですよ、めっちゃムカつくしうってなるけど、心の奥底で楽しい、それがやっぱスロットなんちゃうかなというふうには思います。何を言ってんだってね、すいません、ありがとうございました。おーきた、おーきた16、これやから海はええねん、ほんま。はい、というわけでここまで動画見てくださってありがとうございました。ただ動画を閉じるだけじゃなく、グッドボタンとチャンネル登録ボタンも押してもらえると、すごく嬉しいので、よかったら押してみてください。ありがとうございました。